い、今日もご覧いただきありがとうございます。本日はですね、撮影現場からお送りしておりまして、今年ですね、私が撮りたかった女優展が、全国のパルコさんの方で巡回展をやらせてもらっておりまして、ゴールデンウィークの福岡を皮切りに、名古屋、広島と回らせてもらってまして、今日はですね、その次の拠点となります浦和パルコで展示されます限定枠の撮影のための、ロケに来ております。ご参加いただくのはですね、埼玉県出身の女優さんの工藤遥さんで、フォトグラファーが野口佳人さんという座組でですね、撮影を本日行っております。今日撮影するビジュアルはですね、女優展で展示されるのはもちろんなんですけれども、浦和パルコさんの今年の秋冬のイメージビジュアルにも採用していただけるという話になっておりまして、その撮影も兼ねてますので非常に気合が入っております。ということで、メイキングですとか工藤さんのお様子をお送りしたいと思いますので、お楽しみください。ずっと私見てて言いました、打ち合わせで言ってたら来ましたよ、やったーって。何で知ってくださったんですか？なるみゆいと去年舞台でしたっけ？そう、舞台で一緒になって、で、なんかなるみゆいやってるんだ、いいなってなって、私もやりたいって言ってたんです。彼女はインスタを見たのかな。あ、そうなんですね。なるみさんは3回目に出てた。あ、アンナちゃんかな。あ、映画で、ちゅうちょみんなドラマとか映画とかの現場でご一緒してるので、それで知ってて、これってどういう、どうやったら、どうやったら出れるんですかって言って、で、私もだから調べて、まず何のどこの会社がやってるのかわからないから、まず調べて、企業のおじさん知らんなみたいな、初めて聞くなみたいな。そうで、今やってるのはこの4階の中、はい、まあ、計20人いらっしゃることになるんで、その中から11人を、はい、させてもらって、で、それプラスご当地というのがパルコさんのアイデアであるんで、しかも超地元で、確かに、ね、嬉しい、ね、うん、なんか楽しいです。超親孝行にもなります。確かに家族ありがとうございます。よかった、埼玉出身で。確かにそうなんですよ。そうなんですよ。あんまり埼玉、結構関東にくくられるから、あんまり活躍の場がないんですよね、埼玉出身だからって。あ、埼玉だけで聞いてはされることですか。方言があるわけでもないから。で、こちらが、今回カメラマンとして参加いただいている野口佳人さんです。野口です、ありがとうございます。撮影の真っ只中ではあるんですけども、どうですか撮影、まあ、前半というか4分の3くらい終えたのかな。はい、4分の3くらい終えて、とても楽しいです。工藤さんがすごい、声もめちゃくちゃいいし、その、声関係ないか、ちょっとごめんなさい。工藤さんの、はい、なんかその目の透明感が半端なくて、カメラを見ながら興奮しちゃってます。いや、めちゃめちゃあれですね、テンション上がってましたよね。はい、どんな絵、まあ、撮ってる絵は我々には見れないのであれですけど、結構いろんなとこでね、瞳に向かって、あ、そうですね、近づいていってるような感じがして、はい、なんか今回のその撮影の
雰囲気というか、うん、テーマみたいなものはどういうふうに決めていったんですか。なんかその工藤さんの結構瞳にフォーカスを当てた写真をまず撮りたかったのと、で自然の中でこうちょっと静かな時間をクールさとともに服装もそうですし、うん、ちょっとこうクールな普段のこの工藤さんの明るい感じとはまた別のクールな大人な一面を切り取った写真にしたいなと思って今励んでおります、うんうん、いやまさになんかそんなイメージが取れてる気がしますね衣装もすごい素敵ですし、うん、で今回の場所は、ロケ地としては清瀬とか今来てるのは新座市、埼玉県新座市なんですけど、よく来るみたいですね。あ、そうです。西武線沿いに謎に結構詳しいので。詳しいですよね西武線沿いは人が結構いなくて、あ、撮りやすい、撮りやすいです、ね、ある意味マイホームな、ホームな撮影、はい、結構やっぱ女の子撮るの好きですよね、本当に。あ、はい、かわいい、かわいいですね。なんかかわいいけどこうちょっとクールな一面が、たまにちょっとなんていうの、男前な一面が見えるのがすごい撮ってて楽しいです。笑ったらすごい可愛いらしいけど、キリッとした感じもすごいやつね、はい、お似合いです、うん、髪型とかメイクですごい変わるので、楽しみですね、はい、はい、ちょっと展示とビジュアルの完成までよろしくお願いします。こちらこそお願いします。今日もうちょっとじゃあ頑張りましょう。はい、頑張ります、はい、お願いしますありがとうございます。そうですね振り込み大丈夫ですか。あ、大丈夫です。写真ちょっとちらっと見てどうですか。楽しみです。これがどういう形で展示になるのか、そういう点にどう並ぶのかが楽しみになりました。なんか展示っていうのはないです。あ、ないですか。初めてです。で、カレンダーとか写真集とかは、はい、ね、まあ、あるじゃないですか。展示は一緒にされたことはないですか。ないですね。展示会みたいなのはない。じゃあ記念すべき。いや本当ですよ。初めましての。楽しみです。だからさっきちらっと聞きましたけど、はい、浦和パルクも結構行ってたらしいですね。結構行きますね。あのご飯食べ行ったりとか家族で、はい、行きましたし、あと浦和にあの同窓会とかしました。中学の成人式の後の同窓会が、あの浦和パルコの近く の、はいはいはい、あの結婚式場の一角場所細かくやりました。あ、じゃあ思い出の場所、それぐらい地元です。あ、そうっすか。そうなんです。じゃあもしかしたら来てくれる友達も、あ、いると思います。昔のお友達とかも来てくれるかもしれない。はい、大体みんなまだあの埼玉にいたりするので、はいはいはい、あとおじいちゃんおばあちゃんも埼玉にいるし、はい、なんか家族もみんな高校みたいな。頑張って。絶対上がってないけど。
でかめちゃめちゃ大きい。すごい色ですね。ちょっと手取っていいですか。すごいですね。セミ今触れるか触れないか悲しい。ちょうど今喋ってた。めちゃめちゃ暑い中、秋冬の服を着ていただく、はい、いやでも、思ったより大丈夫でした。でも暑い瞬間もありましたけど、はい、もっとどうしようも、暑がりなんですよね。めっちゃ汗かきだしどうしようもなくなるかなと思ったんですけど、はい、案外、その川とか意外と涼しかったりして。あ、そうですか。はい、楽しかったです。あ、よかったです。ありがとうございました。お洋服はなんか、はい、お気に入りとかありました？でも全部可愛かったですね。あ、本当ですか。なんかあの二ポーズ目、はい、水色のシャツに、はい、下なんかスカートではないんですけど、ね、コートを折ってスカートにしてて、はい、あれが着こなしがめちゃくちゃ可愛かった、可愛かったですね。うん、すごかった。展示は、はい、来られますか。行きたいです。見に来られます。行きます、行きます。そんな自分がデカデカといるなんて本当にそうそうたるメンバーの中にお邪魔するので見たいですね。 SNS でも、はい、みんながやっぱ知ってる女優さんたちが女優展に出てるの見てたので、はい、今回嬉しかったです。参加させていただけて。いや、よかったです、はい、なかなかね、そのいや、そうですよね、少ないから機会が。私は、うん、あんまり雑誌とか多い方でもないので、はい、カメラマンさんと出会う機会も、撮ってもらう機会も少ないので、はい、やっぱ嬉しかったですね。あ、よかった。今回その展示会みたいなことで写真を展示してもらうのが初めてなのもそうですし、はい、やっぱ今までなかなかこういう風にクリエイターの皆さんに自分を作っていただいて、はい、作品にしてもらうって機会がなかったので、うん、新しい姿をお届けできるかなと思いますし、うん、これを機に私を知っていただくってことももしかしたらあるかもしれないので、ぜひ浦和パルコまで遊びに来ていただけたらと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いいね。どんぐり。え。かわいい。今の声。はい、ということで撮影が終わりました。工藤さん、そして野口さんからもですね、一言インタビューいただきましたので、そちらもお楽しみいただけたのではないでしょうか。私が撮りたかった女優展 in パルコですね。日程だったり詳細は、概要欄に書いておきますので、ぜひ遊びに来てください。今日もありがとうございました。でした